宮城市藩学校は、明治初期、及び第二次世界大戦中から戦後占領期にかけての二度にわたり、宮城県に設けられていた市藩学校である。両校は、前進、後進の関係にあり、共に宮城教育大学の前進にあたる。旧宮城市藩学校から1873年に、仙台に設置された管理の市藩学校。 1878年に廃止。宮城市範学校から1943年に1を継承する県立の市範学校、女子市範学校を統合して設置された管理の市範学校。1949年、新設された東北大学の一部となり、1951年に廃止。本校では上記の二校に加え、前身、後進となる 宮城県人情市販学校、宮城県主販学校、宮城県女子市販学校などの市販学校についても記述する。旧宮城市販学校小学校教員練習学校、仙台市販学校旧宮城県市販学校宮城県人情、市販学校宮城県市販学校宮城県女子市販、学校宮城市販学校全身の、宮城県市販学校から引き継いだ。 仙台市北七番町の校地を使用した。宮城市藩学校が東北大学に包括された際、北七番町校地には東北大学分校が設置された。1957年4月、東北大学北分校と解消され、1958年10月に川内東地区に移転するまで北七番町校地を使用した。 旧高地には教育学部付属学校が残り、1967年からこれらの付属学校は宮城教育大学に移管されて現在に至っている。寄宿舎、直診療は東北大学への移管後、1976年に異分量として統合移転されたため配慮となった。前身の宮城県女子師範学校から引き継いだ仙台市中島町の高地を使用した。 1950年、男子部、女子部それぞれの付属中学校が中島町高知に統合された。1953年7月、付属中学校は北七番町に移転した。代わって中島町高知には宮城県第一女子高等学校が移転し、現在に至っている。また、県女子師範学校以来の寄宿者、女子春寮は東北大学への移管後、 移転改築を経て、現在も存続している。ありがとうございます。